おはようございます。昨日 Vlog 第1話をアップしたところね、まあまあまあいい反響だったみたいなんで、本日第2話、2日を1本にまとめたルーティン動画出そうと思うんですけど、今最終チェックをしております。そして本日今撮ってるのが3本目のルーティン動画になります。という感じでね、ルーティン動画ほんとリアルタイムなんで、はい、もう皆さんリアルタイムを見たい方は、こちらの方チャンネル登録よろしくお願いしますという宣伝でした。動画のチェック完了しました。バッチリだと思います。今回も長くなってしまいました。いやーすごいタイムラインだ。書き出し 2.95GB、 3月89の Vlog です。そして再び本日からのルーティン動画、動画編集取り掛かります。7時前になったんで今から筋トレ行きます。実は僕ね、確定申告をまだやってないんですよね。もうね、日付見てもらったら分かると思うんですけど、マジでギリギリです。ということでね、今日1日かけてねしようかなと思います。もう今日でね足りなかったら、もしかしたら明日も、かかるかもしれないんですけど、ちょっとマジでね今日は編集しないと思います。この後はもうね確定申告します。いつものルーティンはやるんで、筋トレとかね食事とかはねお届けするんで見てください。60キロの壁、いい感じや。めっちゃ土曜日の大事な用事のために僕は体作ってますよ。ということで今日も朝活頑張ります。三平さんチャレンジ、これやります。半分です。はい、きついです。ネギ6日目でございます。ちょっとねこちら怪しいですね。枯れてきた気がします。うわー、生きろー。かなり育ってきた。よし、ソイプロテイン3つと WPI のホエイプロテインでございます。これで今からプロテインケーキ作ります。どれにしようかな。これこの2つに決めた。おお、いいんじゃない。過去一、見た目はいいよ。これ過去一うまく作れました。いやこれ今日はいい日になりそうです。まあ、この後確定申告なんですけど、いただきます。リンゴをお供にいただきます。ファイタス。
はい、今から人生2度目の確定申告やります。あー、やるぞ。いや、マジで確定申告大変っすね。いや、やっぱりね、早めにするのがいいです。もう皆さん、本当僕からのアドバイスです。確定申告はもうギリギリにするのはやめましょう。マジでね、切羽詰まってからだとね、結構入力ミスとかあったりしてね、いやもう本当焦りますね。確定申告自体は結構単純なんですよね。僕会計ソフト使ってるんで、クレジットカードと銀行登録したらね、明細は全部出るんで、まあそれをね計上していくっていう感じなんですけど、ちょっと項目とかがねあんまりわからなくて、特に YouTube とかでね使ってるものとかってね、あんまりどういう項目にしていいかわからないっていうのとね、どこまで経費にしていいのかわからないっていうね、本当その辺難しいなって思います。はい、そしてね、こんな感じでレシート大量にあるんですけどね、このレシートをね一個一個手で入力していくっていうのがねマジで大変です。はい、まあまだまだあるんで頑張ります。はい、今の時刻は11時でございます。あと1時間後はね筋トレなんで、そこまで頑張ります。はい、ちょっと今作業してたらね、もう12時超えてました。やばい、集中してたら、いやー結構時間かかりそうですね。まあでもね、今日中には絶対終わりそうです。はい、ということでちょっと急いで今から下に降りて筋トレとご飯行ってきます。今から筋トレします。筋トレしようと思ったらやってきました。会いに来てくれました。今日もこの家ないか。それとあったん、いや気持ちいい筋トレやっぱり、はわー、はい、トレーニング終わったんですけど、ちょっと思った以上に腰が痛くて、あまりねいいパフォーマンス出せませんでした。まあでもストレス発散にはなりましたね。ちょっとね腰思った以上にやばいんで、フォームローラー今までねストレッチでやってたんですけど、もう刺激与えたくないんで、フォームローラーね一旦やめてみます。はい、はい、CBD をね背中に塗っていきます。お腹すいたかい？はい、いや猫に言ってるんですよ。あ、そうですね筋肉飯です。生卵をイン、うーオッケー、ツナ缶、いやー、キムチ、ドーン、納豆、いやー、胸肉、いやー、で、よろしいんではないでしょうか。盛り付け完成。いただきます。うん、うまい。はい、ということで今から確定申告の続きをやりたいと思います。マジで嫌なんですけどね、もうこれだけはやらないといけないんでね。経費はね1ヶ月に1回ぐらいはちゃんと計上しておいた方がいいです。僕1年間何もしてなかったんで、今1月1日から12月31日までの経費をね全部打ち込んでるんですけど、マジで後悔します。はい、まあ去年もね同じ後悔したんですけど、2年目も全く同じ後悔をしております。これ以上時間をかけるとね、ちょっと仕事にも影響するんで頑張ります。はい、やっと終わりました。年度締めをします。はい、もう締めてしまっていいですよね。締めさせてください。確定、はい、全部が終わりました。はい、もう納付まで全部終わったんで、あー、やっと解放された。ということで、今日本当何もやってないんで、今から動画編集やります。今日は1本できるかどうかちょっと微妙ですけど、遅れを取り戻します。
最高の景色でございます。いいですね。そしてこちらには懸垂バー、筋トレします。はい、全然編集集中できなかったんでね、もう YouTube 見てました。お風呂の時間になったんで、今からお風呂入ってご飯食べます。疲れた。いただきます。うまい。2回戦ビンゴス。いただきます。うまい。今日は編集が全然できてないんで、今からやりたいと思います。いや、こうなってきたらね、しんどいんですよね。ルーティン動画の編集たまりまくってます。そして筋トレチャンネルの編集もいっぱいあります。とりあえずルーティン動画を、最優先して、その後に筋トレチャンネルもね、時間があればやりたいと思います。はい、今ね Vlog の第2話をね YouTube にアップしたんですけど、初動がめちゃくちゃいい感じに伸びております。ちょっと嬉しいんで報告させてもらいました。そしてね、今3本目のルーティン動画編集してるんですけどね、ちょっとやる気が出たんで、編集引き続き頑張ろうと思います。はい、全然編集終わりませんでした。ということで、もう寝たいと思います。明日早起きして朝に編集できたらなと思います。ただちょっと起きれるか不安ですけど、また明日お会いしましょう。